自由の女神像といえば、世界中で最も有名なモニュメントの一つ。ニューヨークを訪れたことがあれば、見に行ったことがあると思います。でも、自由の女神には秘密があるということはあまり知られていないようです。その中の一つはなんと、もしかしたら女性じゃないかもしれないってことなんです。1、自由の女神像は運搬時には分解されていた。想像しがたいとは思いますが、この銅像はフランスから1885年6月17日に300個以上の銅製のパーツに分解されて届けられました。この貴重な貨物は214個の木箱に入れられ、フランス海軍軍用輸送船のイゼール号によって運ばれました。でもまだこの当時は象徴である松明を掲げる腕は含まれていなかったのです。そして台座を建てるために必要な資金が集まるまでマディソンスクエアパークに6年間経っていたのです。さらに女神像を運ぶ船が到着した際は、なんと20万人のアメリカ人に歓迎されました。公式の除幕式はグロバー・クリーブランド大統領によって1886年10月28日に行われました。2、史上初のクラウドファンディングキャンペーンの一つだった。フランスの彫刻家のフレデリック・オーギュスト・バルトルディが女神像を制作するために自国で資金を集めようとした時には、地方自治体は後援していませんでした。そして完成すると彼は台座を建設するという条件付きでアメリカへの贈り物にすることにしたのです。でもアメリカ政府はこのアイデアを気に入らなかったようで、像の行き先は数年間不確定でした。その後アメリカ新聞界の大物であるジョーゼフ・ピューリツァーが介入し、史上初の大規模なクラウドファンディングキャンペーンを開始。そして新聞で全ての寄付者の名誉を称えるという約束をしたのです。寄付の 80% は中流階級の市民による少額なものでしたが、12万人以上の寄付者から必要な額を集めることに成功しました。ちなみに新しい巨像という題の有名な14行種は未だに像内に展示されている聖堂の額に見られますが、これも資金集めのキャンペーンの一環だったのです。3、自由の女神像は昔は緑色ではなかった。自由の女神は銅でできているので、もともとは10円玉とほぼ同じ色でした。ニューヨーク歴史協会によると、酸化によって1920年には完全に緑色に変色したということです。ということは半分茶色で半分緑色だった年代もあるということ。この緑青と呼ばれる色は修復後も保たれており、今後色が変化することはないとのことです。4、以前は灯台としても使用されていた。この像はもともとニューヨーク港に入港する船のための灯台として機能するはずでした。そしてアメリカに到着してから2年後に実際に灯台として使用されており、その後16年間像のランプは灯台として機能していました。ですが光の明るさ不足を修正するためのアイデアに恵まれず、バルトルディが像全体を金で覆って明るくするという提案をしました。でも議会はお金がかかりすぎることを理由にそのアイデアが却下されたということです。5、すべて7という数字につながる。女神像の冠には7つの突起があることに気づくと思いますが、これは7つの海と大陸にまたがる普遍的な自由を象徴しています。さらなる7へのこだわりはそれほど明白ではありません。でも頭にある窓の数は25で、2+5=7ですよね。さらに松明の周りの歯の数も16枚で、モニュメント自体の高さは151フィート。これらも同様に計算すると合計7になるようになっています。明らかにこれらの数字は女神像の制作者にとって大切な意味があったようです。6、女神像の台座はギュスターブ・エッフェルが設計した。自由の女神像の台座はリバティ島のフォートウッドに建てられましたが、現在は古い写真や映像や物語、さらに1886年当時の女神像が掲げていた松明など、女神像の歴史に関する記事を展示するための博物館として使われています。女神像の安定性に関わる構成内部の構造は、かの有名なエンジニアのアレクサンドル・ギュスターブ・エッフェルの助言に基づいて設計されました。1年に約600回の稲妻に耐えられるほどの強度を誇っているんですよ。さらに風が強い時には女神像は7センチほど揺れ、松明も約12センチほど揺れます。354段ある階段を登れば女神の冠の部分にたどり着くことができますが、松明の部分は立ち入り禁止になっています。皆さんは今までにリバティ島へ行ったことがありますか？
ちなみに私は300数十段の階段をすべて登りきり、頭の部分の窓から外を眺めてみました。ちょっと息苦しかったけど、いい経験になりました。他にも象徴的なモニュメントに登ったことがあったら、以下のコメント欄でその経緯を共有してみてください。7. フリーメイソンとの結びつきがあるかもしれない。自由の女神はもともとアラブの農民の女性の格好をして、エジプトのスエズ運河の南の入り口に建てられることになっていたと主張する人たちがいます。その説によると、エジプトの支配者には当時その資金が賄えなかったので、バルトルディが再設計し、服装を変え、新しい名前をつけて、アメリカの独立記念を祝うためにアメリカ国民へ向けた贈り物として送ったというものです。でもそれがフリーメイソンと何の関係があるのでしょうか。まあ、バルトルディはフリーメイソンで、フランスのグランドオリエントテンプルメイソンを代表していたので、エジプトに興味を持っていたのは確かです。一説によると、オリエントが示す道を象徴するために、その場所に像を置くことを望んだと言われています。さらに、自由の女神が掲げている松明は啓蒙主義の灯火、または燃え盛る理性の炎として、フリーメイソン文化の重要なシンボルになっています。ちなみに、フリーメイソンは1884年のテイ組織にも出席し、当時のグランドマスターだったウィリアム・ A ・ブロディがグランドロッジのメンバーを仕切っていたとのことです。 8. 自由の女神像の顔は男性の顔かもしれない。皆さんは自由の女神を女性だと思って見ていますよね。ほとんどの人はローマの自由の女神であるリーベルタースを象徴したものだと思っているのではないでしょうか。バルトルディが自分の母親をモデルにしたというのが定説ですが、作家でジャーナリストのエリザベス・ミッチェルは、バルトルディが実際にモデルとしたのは兄の顔であったと主張しています。ミッチェルがバルトルディの家族の写真を研究していた時に、母親の眉は違った形をしており、鼻も低く、唇も薄く、口も小さかったことに気づいたのです。そして大人になった兄の写真と像との驚くべき類似点を指摘しています。バルトルディの兄は精神状態が不安定で、病院で長年過ごしていたので、フレデリックは彼の面倒を見るために一緒に多くの時間も過ごしていたのです。そのため、兄の顔を細部まで再現することができたのかもしれません。もう一つの説は、フランスの作家ナタリー・サーモンの説で、彼女は自由の女神が自分の祖先のサラ・サーモンをモデルにしたものであると主張しています。サーモン曰く、バルトルディはサラの顔の特徴が美しいと感じていたということです。そしてサラがアメリカに移住した後、1875年にパリに短期間戻った際に、夫と一緒にバルトルディのスタジオを訪れたということ。彼はその機会を利用してサラを描いたので、後にモデルとして使うことができたというのです。 9. 自由の女神像は複数存在する。ここで言っているのは、プラスチック製のお土産やラスベガスストリップにあるもののことではありません。パリのリュクサンブール公園には、ニューヨークにある女神像のモデルとなった小さな自由の女神像があります。バルトルディが1900年の万博博覧会のためにルクセンブルク博物館に寄贈して以来、1906年からそこに立っています。女神像の別バージョンは、1889年に起こったフランス革命の100周年を祝うためにセーヌ川にある島で建てられました。そこには1776年7月4日、1789年7月14日という2つの日付が刻まれており、両国の友好関係と革命の重要性を象徴しています。パリのアルマ宮には松明の実物大のレプリカがあります。これはフランスとアメリカの友好のシンボルを表すものとして、世界中の人々によって出資され作られました。この松明は像の建設100周年を祝うために、エッフェル塔からそう遠くない場所に設置されることになりました。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画を高評価し、お友達とシェアしてください。そしてこちらのおすすめ動画もぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。